今見てる皆さん、あなたも鬼になりませんか？今までは俺自身が鬼になってね、鬼殺隊たちを倒してきたんだけど、今回はね、鬼促進委員会として鬼を増やしていきたい。なあお前、鬼にならないか？よしお前、この木伏無惨の血を分けてやるから。おら、どうだ、食べるか？この木伏無惨の血極上。うわ、めちゃくちゃ無視される。さすがに動物はきついか。やるです。今回は鬼滅の刃の世界で上限の3、赤座の力を極めていきたいと思う。さあ、というわけでまずは俺自身が鬼になんないと始まんないから、この木伏無惨の血飲んでいくぜ。いただきます。これで鬼になったぞ。やばい、それやばい、朝じゃねえか今。ちょっと待ってくれ。あー、やっぱ鬼は夜か、さすがに。さあ、ということで今回はね、この上限の3、赤座の力を使っていくんだけど、もうこの通りね、技もめちゃくちゃあるから極めていきたい。で、今回の目標としてはこの赤座の力を使いながら打倒煉獄杏寿郎。今回は煉獄さんを鬼にする。いや、なんかちょうどいい鬼殺隊いないかな。自分の欲に溺れそうな。ってなんか村人落ちてない、ここに。拾っていくか、村人。待って待って、なんか中にすごいやついない、ここ。ちょっとチラ見してみる。ちょっと待って。いるよな、完全にやばいやつが、これ。誰だ？うわあ、全員さ、ちょっと待って、無理無理無理。今俺成り立てなんだった。あっぶねちょっと待ってくれ。開幕前逸はきついぞ、さすがの俺も。こういうダメージを食らった時は、この村人を食うに限るか。これまたうまそうな村人だな、これ。これ村人食うことで、めちゃくちゃ回復すると。上限の3、赤座の力がどれだけ強いか気になる人は、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。果たして煉獄さんに勝って、鬼にすることはできるのか。破壊殺、空死系ちゃんと狙えば当たるな。ただ今んところ、なんだなんだ、うわ、来てるじゃねえか。やばい、さすがに無視されないか。霹靂一閃使ってくる。うわ、来てる。ちょっと待って。誰か、上限の鬼とかいないのか。ちょ、待って。ちょ、これ、こすりつけよ、あそこにいる鬼たちに。よし、こいつになすりつけて、俺はもう、逃げよう。もうちょい強くなってから挑みたいな、ここら辺は。やべ、めっちゃくれ。俺、一生折れる、これ、もしかして。あ、ドーマがいる。ちょ、ドーマ先輩、一応助けてもらおう、これ。やばい、やばい、やばい。後ろの音が怖い。頼む、ドーマさん。行ってください、ドーマさん。いや、ナイス、ドーマさん。やっぱ、ドーマさんしか勝たんすわ、これ。ほら、見て、この氷。見届けようぜ、このドーマさんと。全部戦い。ドーマさん、強いじゃないっすか。さすが俺の一個上のだけあるわ。ただ俺も、加減の6達成してるって。ドーマさんが倒した。あれが俺の経験値になって入ってきた。なんで画期的なシステムなんだ。ただ俺もちょっと鬼殺隊倒していきたいな。あ、いるね。ちょっとじゃあそこにいる鬼殺隊に挑んでみるか。破壊殺、乱式ドラハ。どうだ、吹き飛んだな、めちゃくちゃ。もう一回破壊殺、乱式。強いぞ、めちゃくちゃ。さあ、このままどんどん倒していくぜ。このね、鬼殺隊がね、マジでうまいんだよね。この回復量。ただここら辺意外と鬼殺隊いないんだな。あたり一面モンスターと鬼しかいねえ。すでに終わってないもん、この世界じゃ。人間がいねえぞ。お、戦って。楽しそうな渦井天元さんがいるぞ。これあれだ、アイスのせいだ。まあ、たださすがに今俺が柱に挑むにはちょっと早すぎる気もするけど、もうちょうどいいさ、名もなき、鬼殺隊いないの、どっかに。やべ、伊之助来てんじゃねえか。やるか。行くぜ。やばいやばい、マジで、無事で、マジで無理だ。ちょ待って、伊之助はマジで。もうちょい待ってほしいな。あ、あそこに、すさまるいる、ちょ、すさまるに擦りつけよう。やべ、なんか、お柱しかいねえよ。なんでだ。あ、いたいた、鬼殺隊。よし、アイス行くぜ。破壊殺、客式、流星群光。うわ、強いな、マジで。この赤座の力はさ、この近接が多いからちょっとロマン溢れていいな。で、普通この殴りモーションもね、こうやってなんか乱撃みたいな感じだから全然強い。破壊殺、客式、比喩聖戦錬。こう移動しながらこの乱撃を食らわせ。破壊殺、彩色、万葉千夜投げ。ドアこのスタンプ、上からズドンといく感じ。しかもこれ範囲も割と広いぞ、この万葉千夜投げ。うわ、すごい、今の波。いや、範囲広いぞ、これ。これ強いわ、この波で食らわす。いいな、加減の子なったぞ。いいね。じゃあこの調子でどんどん上げていこうぜ。敵をね、倒せば倒すだけ自分の位が上がっていくから、どんどん討伐していきたい。破壊説、鬼神八重神。おらー、これも割とこのノックバック系だから、危ない時にこれ使えば一網打尽できるかもしれないな。からの破壊説、メッシュ系。おらこの下のも、おいおい、待て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 、あれは、今のは、あ、違う、煉獄さんかと思ったら、鬼殺隊だったわ、ただの。終式、青銀乱残光。これで、おこの範囲攻撃、たとえこの後ろにいたとしても、この、青銀乱残光で、160度すべてをカバーできる。そしてあの離れた敵には、術式展開、破壊殺、らしんで、自分をバフしながら、青銀乱残光で、おらーこの強力なダメージ、ワンパー。やべ、なんか、拾った一輪刀使ったら俺、鬼殺隊入っちゃった。鬼なのに、カラスまで来ちゃった。俺鬼っすよ。いいっすか、騙すなら身内からってか。しかもこれあれじゃない日輪刀炎来た。おい、俺が倒すやつのこれ力だって。あ、待って、でもさ、これさ、俺鬼だからこれさ、炎が、お、すげえ、炎が青いぞ。くす
通なら炎赤いはずだけど、鬼仕様になってるわ。たださすがに奥義は使えないか。知らぬい。あーすごい。やば、赤材。俺まち勘違いされないかな、これ。この炎の日輪と思ってたら大丈夫。俺煉獄さんじゃないから。うわー、本物がいるっすわこれ。ちょっと待って待って待って、周りはエグいな。そしてうわ、戦ってる赤材が。どうだ。うわえ、なんか俺より強そうじゃない。しかも相手にあれだ、水の呼吸使ってる。うわー、でもワンパンというか一瞬だったな。うわー、俺もいいっすか。あーなりてー。いって、俺も食らってる。まあただ俺赤座目指すからには赤座自身を乗り越えないといけないかもしれない。やべ、柱いるスケルトンかと思った今。帰ろう赤座のところに。助けて赤座先輩。やっべー、さすがに。いや、ただ待って、俺生きてる。なんだなこれ、これどういう状況。これ何が起きてんだ。何このカーブ。いて、二度死んだわ。まあ、ただもう一通り技は全部使ったから、また炎の結果使ってるぞ。ちょっとじゃあとりあえず、上下の一歩手前まではサクサク行ってみようかな。ちょっと待って。意外と強えな、でもキサス隊も。普通に。やっぱ呼吸持ちのね、キサス隊は強いわ。たださすがに俺も強くなってる。オーケー、加減の2だ。ちょ、せっかくだからさっき手に入れた、この日輪刀使いながらやってみるか。日輪刀を持った鬼なんて、なかなか見ないだろう。行くぜ。炎の呼吸1の方、知らぬい。そして2の方、登りえんて。さあ、あそこにもいるね。3の方、起炎万象。おらはは、このアホい炎めちゃくちゃいいな。そして死の方、千円のうねり。最後5の方、円弧。おらはは、この虎型の炎はどうだ。奥義の煉獄はね、使えないから。わ、煉獄さんだ。戦ってる。いや、いずれ倒してやるからな。待っといてくれよ。今はさすがに無理だから。もうちょい強くなったら挑んでやる。いや、戦ってる。円弧使ってる。煉獄さんはな、奥義煉獄使うからな、普通に。円弧。よーし、加減の1来たぞ。さあ、こっからはね、上限に行くわけなんだけど、上限に行くにはね、柱を倒さないといけない。いや、めちゃくちゃむずいな。柱だぜ。ちょっとじゃあさっき縛かれたから、ちょっとじゃあ品津川さんに挑んでみるか。ただ俺には心強い味方もいる。共に戦っていこうぜ、この上限の3赤だと。やばいな、何が起きてるか分かんないけど、俺も行くぜ。加勢するんだ。破壊殺滅式。おらはは。さあ俺もかましてんで、さあ終式青銀乱山光。やばいやばい、痛い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 。戦いのレベルが違すぎる。やばいやばい、おいしる。やばいやばい、痛い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 。当たってるよ俺。赤座の攻撃が。ちょ、一旦俺離れて、ちょ、見守りつつね、回復待とう一旦で。で、俺も行くぜ。やいってー、ちょっと待って、逃げたい。うわっ、赤座さんにやられた。ただその回あって俺慣れたぞ。俺てか上限の6にでも。いやー、ただね、ちょっとさすがに俺単体で柱に挑むにはまだ早すぎるから、もっとレベルは俺上げていかないといけないかもしれない。お、玄矢いるわ。おいおいおい、兄の次は弟ってか。ちょ、やってみるか。まずは破壊殺らしいんで、自分を強化して、さあ行くぜ玄矢。破壊殺空式、これで空中飛びつつ破壊殺乱式。おらはは、いって、ジューって気合ってる。比喩聖戦輪で近づく。オッケー、鬼神八重神でドカンと一発かまして、破壊殺滅式。なに、待ってくれ、捕まっちまった。クソ、これどうやったら抜け出せるんだ。ちょっと誰か助けて。ちょっと待って、誰か心を出して。あー、抜けた、よかった。ただ玄矢は倒したな。いいね、俺強くなってるぞマジで。おお、上限の死になった。よしよしよし、あと1個あげれば赤座になれるぞ。ちょ、そろそろじゃあちょっと挑みに行くか。さあ、この列車の前で煉獄杏寿郎決着をつける時が来たか。まずは術式展開、破壊殺ラッシー。これで自分をバフして、さあ早速破壊殺空式。これで上から殴ってって、円弧も来てるけど、ただ致命傷にはなってない。破壊殺乱式ドガー。そして、いや、いいね、流星群。これこの不知火の移動速度すらやばい、カバーしたいと思ったけど痛い、単純に痛いぞ。この不知火避けつつ客式比喩聖戦輪、この移動しながらね殴れるのがでかいからの万葉千柳で飛んでドカー。上からのスタンプでこの波動の波を与えていく。やばい、円弧めっちゃ使ってくるな。鬼神八重神、やばいやばいやばい。すごい、その狙いを定めるその瞬間めちゃくちゃ怖え。ただめっちゃ削ってるぞ。おい、お前も鬼にならないか、煉獄杏寿郎。今ならなれるぞ。破壊殺滅式。さあ殴ってって、やばい、めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。ちょっと待って、想像の5億倍痛いです。青銀乱山光でもう360度隙がない技、これ打って。おいおいおい、目怪我してんぜ。失ったものは人間だからもう戻らねえぞ。いいのか、今ならまだ鬼にしてやれるぞ。杏寿郎、お前も鬼になれよ。ならないのか、ならやっちまうぜ。破壊殺滅式。やばい、奥義煉獄いって。使ってきやがった奥義。ただ俺も破壊殺滅式。やばい、また奥義煉獄だ。うわ
その HP でやるじゃねえか。貴様は強い。ただ範囲は鬼にならなかったことだ。上限の 3! これで京次郎を倒して、正真正銘赤座になったぞ。さあ、これで無事に、煉獄さんを倒して、赤座の力極めたって言っていいんじゃないか。いやー、鬼にしたかったけど、さすが京次郎。意志が強かった。次こそは、鬼にしてみせる。